現地時間7月30日ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平は本拠地で行われたテキサス・レンジャーズ戦に1番 DH でスタメン出場2点を追う3回ノーヒット1・2塁の第2打席で4試合ぶりとなる逆転の22号スリーランを放ち現地を大いに盛り上げている。 レンジャーズ先発のウワン・グレン・ウォットーに対し初回戦闘の第一打席はレフトフライで凡退していた大谷しかし第二打席でワンボール後の2球目チェンジアップを捉えるとその打球はぐんぐん伸びて宇宙間スタンドへ打った瞬間にそれと分かる一発でチームの逆転に成功した26日同27日ロイヤルズ戦以来の一発となった飛距離は424フィート 約129.2メートル、打球速度は108マイル、約173キロ、角度は33度。これでメジャー通算115本塁打。日本人選手のメジャー通算本塁打は最多が松井秀喜の175本、続いて一郎の117本、大谷は一郎にあと2本と迫った。同地区のレンジャーズ戦では4月15日に2本、翌16日に1本を放って以来、 約3ヶ月半ぶり通算14本塁打は対戦相手別では最多となったレンジャーズ戦では今季11試合で打率1割7分4厘と苦戦していたこれを受け米メディアジアスレチックのエンジェルス版であるサム・ブラム記者は大谷が今季22号スリーランホームランだとツイートした MLB 公式サイトのレッド・ボリンジャー記者も飛距離は424フィート約129.2メートル 打球速度は108マイル約173キロ角度は33度と公式ツイッターでデータを共有しているさらに米放送局 FOX ス,スポーツのアナリストで機体の大谷マニアとしても知られるベン・バーランダー氏は「翔平・大谷の本塁打22号だ」と興奮気味に反応した上で「彼の防御率は2.80だ」とも言及彼は本当に実在するのかと驚きを隠せない様子だ エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストは大谷が22号のロケットを打ち上げると打球速度108.3マイルであっという間に宇宙間スタンドに吸い込まれた強烈弾を表現した豪快な一撃に現地実況も興奮が収まらない「翔平すごい」「いってらっしゃいベースボール」「翔平のあのスイングを見られるなんて本当にマジカルです」と日本語で伝えた。 エンゼルス公式ラジオ局のキャスターを務めるトレント・ダッシュ氏は大谷がボールをかっ飛ばし424フィート約129.2メートルの打球を運ぶと驚き米メディアバースツールスポーツはビッグフライ大谷がまたやったまた元サイ・ヤング賞ワンジェイク・アリエッタが司会を務めるポッドキャスト番組「スターティングナイン」は大谷タイムと喜んだ2ストライクスとショウヘイー Oh, got oh. it, got it, got it! 33!